続きですね。これで、バッティングもそういう感じで、こうパンチするときに、こう、こっから出すように、後ろにこう引かないんです。パンチもこっからこう、こう、後ろに引いてパンチしないで、こっからこうパンって出すじゃん。それと同じで、バッティングも同じなんですね。こっからこう出すんですよ。後ろにこう引かないんです。はい。で、これがまず、1点ですね。好打者の特徴で。で、あと、まあ、それはもう、多分 YouTube とかで、まあ、筒香選手とか、そういう柳田選手とか、打率を、高く残している人の横からのやってみればいいんですけど、みんなこう固定してるんですよ。まあ、イチロー選手を筆頭に。3割以上残してる人は。で、それ以外の人はみんなこうしてやっちゃってるんですよ。で、まず、それ1点と、で、あとその、まあ、その、当時その、まあ、僕埼玉県の聖望学園っていうところの、まあ、甲子園に3回ぐらい行ったこと、3回ぐらい行ったことあるんですけど、で、その当時、その、コーチがすごい、こう、野球知ってるような人がいて、で、その人にもまあ教えてもらったやつなんですけど、簡単に言うと。で、あとそのボールを、まあ、結論から言うと、引きつけるんですよね。ここの、まあ、立った時の両足がこうあって、その間の 肩とかこの足の間の中でボールをこうさばくんですよ。この間にボール切って、そこからこう捌く、まあ、当てるってことですよね、この中で。だから、その、ここから、ここじゃないんですよね、ここ打つところ、まあ、構えたとしたら、この足の前でこう 打たないんですよ、極端な話。で、なんでかっていうと、要はここまでボールを引きつけるってことは、そのボールをまず長く見れるんですよね。で、ボールを長く見れるってことは、結果的にその、選球眼が良くなるんです。ストライクとボールの見極めが、できるようになるんですね、より。で、一方でそのここの、まあ、引きつけて打つってことなんですけど、ボールを引きつけて、その自分の間っていうかポイントで、自分のポイントで打つっていうのはまさにそういうこと で、一方でそういうポイント全くなく、もう前の方で打っちゃったりする人ってどういう風になるかっていうと、まずその変化球とストレート対応できないんですよね。いや、ストレート来ると思って前の方でこう合わせに行くんですけど、もう全然緩急つけられて、でもここら辺で打とうとしちゃってるから対応できないんですよ。うん。だけど、例えばその変化球にも対応できるんですよね、ここまで引きつけるってことは。要は、まあ、特にその2ストライクとかに追い込まれて、まあ、短く持ちます。構えてて、で、ここまで引きつけますよね。で、まあ、2ストライクなんで、三振なんで、まあ、ストレートと変化球、両方とも対応するっていう風に待ってるじゃないですか。で、例えば、まあ、両方待ってて、ストレート来ても、ちょっと遅めにこうカットできるっていう感じ で、変化球で来たもここまで引きつけてるから、こうちょっと対応できるんですよ。うん。だけど、前の方でポイントを打っちゃうと、もう速い球にここの辺で打とうとしちゃってるから、ちょっとこう開いちゃって変化球が来てももう対応できないんですよ。うん。対応できるっていうのは、要するにそのポイントがすごい引きつけられてるってことなんですよね。引きつけられてるから、ちょっと崩されてもその変化球にも対応できるし、残ってるから、そう、まあ、残すってことだと思うんですよ、体を。まあ、そういうわけで、この膝の間で、ボールをさばく練習をするっていうのがまず1点ですね。で、まあ、それの具体的な練習としては、まあ、トスバッティングですよね。トスバッティングでこのポイントで、まあ、打つっていうのと、まあ、あとそのトスバッティングとかティーバッティングとかでもいろいろ打ち方あると思うんですけど、うん、
そうだから、出塁率の高い選手っていうのはこの引きつけがすごいできるんですよね。でそのバッティングの、ミートができるというか、バットコントロールが優れてるというか、要するにめちゃくちゃ引きつけてそこからこうカットできるんですよ。でよくそのよくその花巻東とかの花巻東とかのあのよく選手とかも甲子園に出てた選手とかも結構そうだったんですけど、あのでで要はその引きつけてカットできるんですよね。バッティングでこう難しい球をこうカットできるんですよ。でもそれって残ってないとできないんですよね。要はここの自分の目の前までボールをこう持ってきて、でここでまあ、こっちに角度つけてこうカットするんですよね。難しい球はその例えばこう要はヒットになりやすい球っていうのはヒットで打ち返す、自然とまあ、打てるんですよね。あの自然とこう普通にこう打てるんです。あの要はベルトから上の高めの球とかなんかも簡単に打てるんですよね。で、あの人によってこう内角がめちゃくちゃこう坂本勇人選手みたいにめっちゃ難しい内角を打っちゃう人もいれば、外角得意な人とかもいると思うんですけど、でもそういうこう際どい球っていうのはなかなかヒットできにくいと思うんですよね。自分特にその自分が、得意じゃないコースっていうのはそれをいくら頑張って打とうとしてもなかなかこうヒット打てないんですよ。やっぱどうしても。で、イチロー選手とかも、あの真ん中とか、その、ね、あの、甘い球はもうめっぽ強いんですけど、コースによってはすごい打率低いところもあるんですよね。あの外角高めとかそういうところ。そういうところは、打っても、その前に飛ばしてもヒットにならないから、そこはこうカットするんですよね。カットすれば、もう一回ファールに、ツーストライク追い込まれて、カットしたら、その、またチャンスがあるじゃないですか。で真ん中来たパシーンってこう打てるんで、その際どい球をそのカットするっていうのはそのなんていうんですかね、相手にもう一球ピッチャーにもう一球投げさせるっていうことにもなるし、まあ、フォアボールの可能性も高まるし、またその甘い球が来るっていうその機会につながるから、そしたらまたそのヒット打てるっていうのもあると思うんですよね。で、まあその後また難しい球が来るかもしれないから、そしたらまたカットするみたいな感じだと思うんですけど、で、やっぱりその、その、この間で打つっていうのがまず2点目ですね。前の方で打たないってことなんですよね。前の方で打たないってことで、引きつける。引きつけて、で、あの、特にこう、後ろに引きつけて、引きつけれるほど、あの、よく長くボール見れるんですよ。そう。だから、まあ、ここにこう立ってて、まあ、こう、あの、構えてるじゃないですか。したら、その、要は、ここで打つのと、ここで打つのだと、まあ、大体30センチぐらいだと思うんですけど、この30センチを、長くボールを見れるっていうのはどういうことかっていうと、要は球がすごい、まあ、ストレートとかだと結構速いじゃないですか。120キロから、まあ、プロとかだと140キロとか、平均。まあ、草野球とかだと110キロとか、120キロ行くとまあ結構速かったりするんですけど、まあ、120キロだとしても、この間を長く見れるっていうのは、その、
球の速さで言ったら結構その1秒待って結構見れるんですよね。だからそうそう、だからその出塁率が高い選手ってやっぱりそのここの中まで呼び込んでさばけて、かつそのバットコントロールも優れてカットもできるから、そのボールを長く見れるし、難しい球来たらカットしてまたもう一球投げさせられるから、その2つがあるからその出塁率が高いっていう、その技術的な部分でそれが出塁率の高さにつながってるんですよね。で具体的にじゃあそれをやるために、まず出塁率とかその高打者になるためのその2点をどうしたらいいかっていうと、まあ、そのティーバッティングとかで来た球をよくやるのが、まあ、その反対方向に打つっていうのが大事なんですよね。よくもうセンター方向に打ち返しなさいとか言うんですけど、それは何でかっていうと、まあ、じゃあその引っ張った場合っていうのはこっち側に打つんですけど、そうするとどうして もうこう肩が早めに開いちゃうんですよね。肩が早めに開いちゃって前の方で打つようになっちゃうんですよ。そうじゃないケースもあるんですけど、引きつけてこの中で思いっきり肩開いてパーンとこう引っ張ったりっていうのもあると思うんですけど、引っ張ってばっかりすると要はそのポイントを引きつけるっていうよりも、そのどうしてもこう前でこういうちょっと前で言うとこういう角度で打っちゃうんですよね。その左バッターだったらライト方向にバットがこう向いてるような角度で打つんですよ。っていうことはその横から見ると分かるんですけど、そのライト方向に引っ張るような角度、バットの角度ってことはどうしても前になっちゃうんですよね。前に行くと要はこの角度で行くじゃないですか。極端な話、こうボールが来た場合にここで打ったらライトに行かないんですよ。よく見ると今左打ってるんですけど、球がこう前から来てこの、まあ、へそよりも後ろ側にでこうミートした場合、この角度で言うとこうファールになるんですよね、うん、だからその引っ張るよう引っ張ってばっかりやると、要はそのさっきの言った前でさばくっていうのがその高打者のあれなんですあの共通原理だと思うんですけど、引っ張ると要は、ま、ポイントが前になっちゃうんですよ。でそれでそのセンターから打ちなセンター方向に向かって打つっていうふうにいうことなんですよね。そうするとわりかしこの中で打てるんですよね。ツーストライクからツーストライク追い込まれたらそのセンターに打つっていうのはまさにそういうその物理的な原理から来てるそのことで、センターに意識するっていうのはなったらそのバットが要するにこういうセンターに向けるとこういう感じですよね。ちょっと短く持ちますけど、うん、だけどそれ意識しなかったら引っ張ってるとこういう感じに前になっちゃいますね。そうするとツーストライク追い込まれるとポイントが前になっちゃうとストレートで変化球が対応できないんですよ。ここのポイント前のポイントになったらストレートが まあ両方待っててストレートはパーンとこう反応できるんですよね。だけどここで打とうとしちゃうと変化球やってた時にもう肩開いちゃってるから、でこのポイントになっちゃってるからもうこう変化球来たらこう泳いじゃうんですよ、うん、で対応できないからツーストライク来たらセンター方向に打つってのはこういうことですね。バットの角度言ったらこの角度でってことはこの割とこの引きつけて打てれるんですよね。角度的にこれを意識することでセンターに意識することでこの角度で打たなきゃいけ打つように意識するわけだから、そうするとポイントがよりこう体の肩の前の肩のもうちょっと自分の体の内側でさばけるように意識的になるんですよ。その センター返しを意識すると、でもっと言うと特にその、まあ、花巻東のなんか1、2番とかの人とかなんかそうだったんですけど、まあ、全体的にそうなんですけど、
あとその日本ハム、最近はちょっと見てないですけど、日本ハムのバッターとか打線としてみんな追い込まれたらもう引きつけてカットするみたいな、そういうのをすごい徹底するんですよね、してるような印象を受けたんですよ。特に花巻東なんか、で日ハムなんかもそんな感じ、でも5年ぐらい前だと思うんですけど、今は分かんないんですけど、そうすると、でそれをお勧めしたいのは、その要はその反対方向に打つっていうことなんですよね、うん、で反対方向に、特にそのツーストライクを追い込まれた時にこう意識して打つっていうのは、あのどういうことかっていうと、結果的にボールをこう引き寄せて、でこっち側に打つわけです。反対方向っていうのはこういう角度です。バットの角度こういう角度なんで、そのさっき言ったまず前でさばけるんですよ。前でさばけて、でかつまあもちろんこうボールを長く引き寄せて難しい球はカットするみたいな。もちろんバットコントロールも要求されるんですけど、そうすると、その出塁率が上がるんですよね。でなんでかっていうと、要はその難しい球もバットコントロールで引き寄せてカットできるし、まあ、さっきも言った繰り返しなんですけど、でその長くボールを引き寄せるから、まあこうなんですかね、ボール球の見極めがしっかりできるんです。だからその自分の前で引き寄せて打てる人っていうのは、その選球眼が良くて、でその 見方がしっかり見れてるんですよね。そのたまたまこう踏み込んでこう手が出なくて、っていうか極端に手が出なくてこうボールっていうやつよりもしっかり見れてる、うん、見極めができてるんですよね。で審判とかも、そのこれちょっと話が脱線するんですけど、見極め方が結構上手い人っていうのは割とボールカウントしてくれやすいんですよね。そのしっかりこう見れてるようなあの感じでボールを見逃すと、その多少こうストライクっぽくてもボールっていうような感じに結構カウントされたりしてて、でなんでかっていうと、要は審判もこうしっかりこの人ボールだっていうふうにっていう、こう無意識的にそういうのもあると思うんですよ。中にないかないところもあると思うんですけど、まあそれちょっと余談として、で要はまあその今ちょっと今のところをまとめると、まずこのトップを、高打者のポイントとして、まずトップをこう固定して、こっから後ろに引かない感じ、こっから後ろにこうこういう感じで引かないで、ここの固定し、まあ長く持った固定して、こっから出す感じですね。こういう感じで、こっからこのトップからこういう感じで出す感じですね。でもう一点が、まあ、その引きつけてこの前にさばくっていうのが2点目、あと3点目はそのまあバットコントロールで、でその具体的にはやっぱトスバッティングとかティーバッティングで、トスバッティングっていうのは要はこう来た球を相手のピッチャーにちゃんと正面に返すっていうのは、こう引きつけてここでポンってこう返さないと、まあ、いかないですよね。この角度でやらないとダメなんですよ、こういう。だからこう引きつける練習にもなるし、まあ、バットコントロールの練習にもなるのももちろんなんですけど、こう角度の出し方とか、外来たらちょっとこういう、なんですかね、ちょっとこう角度をつけたりとかっていう練習があるのと、あとそのためのやつは、来てその反対方向にこういう感じで、反対方向にこう打つ感じですよねの練習。よくそのこっち側の自分の片側の方からボールを投げて、それを反対方向に打つみたいな練習とかも見たことあるんですけど、それって要は左バッターでがこうサイドから来た球をこう肩開かずにこの体の前まで持ってきて反対方向に打つっていう、それって肩開いちゃったらもうその反対方向に打てないんで、しっかりこう我慢して
反対方向に打つっていう練習を繰り返し繰り返しすることで、この中でしっかり打てるようになるっていうことなんで、そうすると、必然的に甘い球が来たら、甘い球はもう大体その打てるんですよね、みんな。みんなそういう甘い球はヒット打てるんですよ。そう、だからそれをどういうふうに甘い球をその打つかっていうふうに考えたら、やっぱりそれが来るまで投げさせればいいわけじゃないですか、カットして、で別にヒット打たなくて もうフォアボールで出たら一応それヒットと同じなん で盗塁したら二塁だと同じなんで、はい、そうですね。であとはやっぱその下半身、まあこうあの上半身だけで手打ちとかになっちゃうと、多分それがなかなかできないと思うんですよね。こう手だけでこの上上半身の体だけでこう打っちゃってるような感じだと、そういうバットコントロールってやっぱ難しいんですよ。下半身のやつはしっかりしないとそういうコントロールってできないんですよね。だからその練習としては、まあ、ティーバッティングとかでもそうなんですけど、あとちょっと近い距離から緩い球投げて、まあ、それを、まあ、反対方向に打つ感じ、反対方向になんか壁とかを用意し、壁とかなんかネットとか置いててもいいんですけど、そこにこうポンってこう最初は思いっきり打たなくていいんですよ。最初は思いっきりじゃなくてちょっとこうトス的な感じで来た球をその反対方向にこの引き寄せて打つ練習をすることで、まあ、2ストライク追い込まれても同じようにこういう反対方向に意識することによって際どい球を見極められるっていう、はい。でもあとそのバットのこのヘッドを立てるみたいなのもあったんだね。バットのこうヘッドを立ててこういう感じですね。こういうヘッドがこう寝ちゃうとダメなんです。ヘッドをこうなんつこういう感じですね。こういう立てた状態でこういう感じです。はい。以上です。ハゲチャンネルありがとうございました。